しょ。6月のすみません。であと、あ、ツポン。アルプスの牧場さん、恋してカープさん、ヤブンタさん、ありがとう。ツーデスさん、ありがとう。話し会ありがとうございました。マイヒナさん、ありがとう。チャンタさん、ありがとう。まあ、ひなさん、ありがとう。エムさん、ありがとう。髪の毛つよつよ、そうだよ、ストッパーかけたから。ビスがやばいです。マジでやばい。トグラスさん、ありがとう。タケルくん、ありがとう。クリミー、ありがとう。マジアメさん、ありがとう。ちょっと呼びかけのファン、本当に嬉しい。もう1位にはなれないのかな。めっちゃ差が開いちゃった。知ってた。てか見てた、見てたけど、もう本当に辛い。やばい。これ決勝も行けるか分かんない。決勝に行きたいから掲載されたいっていうのもあるんだけど、もうやばい。もうマジでやばい。マジでやばい。1位との差が、そうなんですよ。
エムさんありがとう。クマネパパさんありがとう。花火さっきもお話会ありがとう。コトコトニコンのゴエラさんありがとう。マキノさんありがとう。ナペありがとう。そうなんです、もう1位がよかった。結構つらい、苦しい。おめぴありがとう。ことことにこんなガイラさん、わっちゃかちゃいさんありがとう。ほんとにつらい。まだイベント終わってないし、気にしないで、気にしないでいるなんて無理だよ。結構落ち込む。なんか昨日の一晩ずっと1位で朝起きても目覚めてすごく嬉しかったけど、話し会をしている間にもうグワンと差がついてしまって、もうちょっちょ不安定になりそう。話し会ありがとう、久しぶりで嬉しかった。ありがとうスバル、楽しかった、ありがとう。あれもね、そうだよね、開けられることやね。そうだよね、頑張るね。うん、とにかく今は3位と差を広げておきたいなって感じか。ヤンドクさんありがとう。もうなんか辛すぎて言葉が出ない。少しでも1位にね近づけれるように頑張ります。ので応援してくれたら嬉しいです。頑張ります、ありがとう。うのぴー花火かけ10ありがとう、ありがとうございます。今日はこんな感じで18時半までこの枠はやって、19時30分終えて19時から21時の間でやっていきたいと思うので、ぜひ見てください。あと最終日がなんかどうなるか分かんなくて、なんか案件があって、仕事、うん、事務所で配信をするっていう形になると思うんだけど、どうなるか分かんなくて、1時間、そう、なんか時間ずらしてもらうことができなくて、1時間しか最終、最後の枠できなくて、だからお昼もあれだから、途中だけダメだけ、朝だよね。あ、そっか、ダメなんだよ。もう今日までだよ、今日までだ、こうやって自由にできるの。日中とかできないけ、だから、あ、そうなんですよ、日中できないんだ。39月からもう日中できなくなっちゃうから、この今やってる日中だからうーん、日中できなくなっちゃったら、え、9月1日もか、もう無理やだ。私は確実に起こす自信はあるけど、みんなついてきてくれますかって言った方がいいよ。でマジで無理やば。そうだで学校やだ、9月1じゃない、9月2から9月2と3がテストなんですよ。みゆやば、しかも最終日にさ夜ちゃんとできないのってすごい不利だよね。え、本当にやばい、どうしよう、もう無理。おりちゃん、マスタさんありがとう、西川さんありがとう、ハチさんありがとう。しかもメンバー全員じゃないよね、参加者の、ずるい。まあでも時間のことはどうにかするし、時間がもう厳しいからだからって言って、ね、言い訳に、それは言い訳にしたくないから、本当にマジで頑張ります、どうにかする。今日と明日でなんとか差を縮めて。でも今日と明日も間だから、朝の8時から
夜の17時までの間、今こうやって自由にできてた間が夏休み期間じゃなくなるからできなくなっちゃうんですよ。最終日だよね。やば、最終日と明日もだよ。あ、でも明日日曜日ですか、うん、あ、じゃあ明日はできるけど月曜日無理だ。最終日大事なのに。最悪。なんでそこに仕事入れるかな。しょうがない、それはもう見守りはない。マネージャーに相談してもダメだったんでしょ。最終日から事務所だった。そうだね、できるか。ありがとう。あ、確かにカラオケね、やりたいよね最終日。え、じゃあ車の方がいいかな。え、車の方がいいかな。え、どうしよう、わかんない。ひろこりんさんありがとう。一人のおたさんが半分ぐらいポイントなくて。なるほどね。え、じゃあ車、うん、え、じゃあ言うよ、さっき言ったけど、もう一回言うよ。それ変更できるでしょ。え、もう取っちゃった、取ったって言われたよ。他のメンバーが横におったら無理でしょ。もう無理だよ、やだ。まあ、ママの前でカラオケができるのは大丈夫。あんまやってるか。たくりくん方ありがとう。でも頑張ろう、マジで。あと2日しかないから。だよね、もしかすると最後まで諦めない忙しそうだよね。ルミは決勝に行きたいから。全然でお話行ったのに一生ボーンとしてかわいそうに。ダブルパンチ多くなったね。月曜日仕事あるのと1位に差があるのと、もう顔面傷だらけ状態。待って、笑おうよ。顔面ひどいことになった , 笑えないもん。素が出てるよ、素が。じゃあ泣きなさいや。何泣きなさいよって。何泣きなさいって意味やから。ありがとう、リンゴさん花火かけ中。スバル、ありがとう。ありがとう。フリーライダーさんありがとう。ヨマイキさんありがとう。1位の子って3期の、そうですね、開けてた。この子は知ってた、ミュウ。あの配信見てた、オーディションの時に。いけるぞかも、待ってた方が強い。そんな言われたって、桁がもうおかしいもん。今の子、え、わかんない。でも前なんかカラオケ配信してて誰たちを歌っててめっちゃうまかったの記憶にあります。すごく上手でした。の人たちすごいかだけです。そうだね。え、もう本当にやばい。 NCT さんそうなの。さすがですね、頑張らなきゃ。でも去年さ、え、 NCT のリーダーさんもすごかったよね。わかんない、見てない。やばいよ、焦っちゃう気持ちが。
応援お願いします。この枠はあと15分なので応援してくれたら嬉しいです。なんとか少しでも縮めたい。縮めたいよ、やばいよ。西川さんありがとう。花火かけ10ありがとう。天さんありがとう。エレベンさん、タコちゃんの花火ありがとう。それは嬉しいけど、でもやばいやばい、絶対今回決勝行きたいし掲載されたいしっていう気持ちがいっぱいになっちゃって、イベント勝ちたい、イベント勝ちたい。フリーライダーさんありがとう。親方さんありがとう。応援お願いします。2位から4位がキーさん、なるほどね。手つなぎ人とレモンさんお願いします。いや本当にみんなのちょっとずつの力がすごく嬉しいです。星とかキラキラくれてくれることが嬉しいので、ぜひ星とか持ってたらファッてやってくれると嬉しいです。でも今結構差が空いてるんですけど、こうやってちょっとずつでも差をね縮めていって頑張って頑張りたいと思うので応援お願いします。町の電気屋さんレインボースターありがとう。 M さんハートありがとう。今は諦め、まだ諦めずに最後まで頑張ろうと思うので最後まで応援してくれたら嬉しいです。ありがとう。町の電気屋さん嬉しい、ありがとう。話し会はどうだった？お話し会はもう楽しかった、てかめっちゃ髪型褒めてもらって嬉しかったです、ありがとう。ポイントしてしまう、なるほど、頑張ります。頑張るしかない、頑張れそう、頑張る。 ありがとう。まっすぐに越すことなんて難しいって分かってるからちょっとずつ頑張ります。メンバーがここからすごい夢力って感じですね。そうやって今慣れてみたい。本当になんか今日髪の毛伸びた感じがするね。伸びたっていうか髪の毛重っ、なんか長さが今日長い気がするんだけど気のせいですか、気のせいか。今日なんか長い長いと思ったんですよね。人生山あり谷あり、ごめんね、本当にお願いばっかりで本当に申し訳ない、ありがとう。 JK 今降ってないかな。絶対モデルはみーぽん、りあちゅう、かなえちゃんの3人になってもらいたい、なりたい。このカード10分です、お願いします。
頑張ります、本当に頑張ります。今回こそはマジでリアちゃんと一緒に形成されたいし、リアちゃんと一緒に決勝まで行って頑張りたいってさっきもねお話ししたので、応援してくれたら嬉しいです。頑張ります。会場からなのかな、お願いします。あと10分、お団子さんありがとう。トブさんありがとう。え、そうなんですよ、みえもさっきねあの NGT の1の方の見たんですよ。したらもう本当にすごくて、もう尊いなって思ったんですけど、でもみえは最後まで諦めないって決めたから、今回こそ本当に掲載されたいって気持ち強いので応援お願いします。トブさんありがとう。あやじたんありがとう。花火かけ中ありがとう。それで頑張れるんですね、お願いします。ありがとう、嬉しい。本当は3位との差が縮まってきてるから、とりあえず差を離したいので応援お願いします。もぐもぐさんありがとう。西川さんレインボースターありがとう。かけじゅう花くんさんありがとう。エジッタンありがとう。花輪くんさんありがとう。お願いします。ぜひ次の枠は19時から21時の2時間なので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。ありがとう、ありがとう。やじったん、ちょっと電波悪いかも。そう、みんなも強い。ズデさんありがとう、ありがとうございます。オノピありがとう。アイスレモンさんありがとう。応援お願いします。コントレイルさん、クリちゃんありがとう。前向きに行きましょう、前向きに行く、頑張ります。絶対諦めない、本当に諦めたらそこでね試合終了というので言うと思うのでね、絶対諦めません。私8ぐらいありがとう。エジタありがとう、いっぱい金魚嬉しいよ。頑張るね、最後まで絶対に。あと2日だけど、この2日がどうやっていくかで結構決まると思うから頑張ります。ありがとう、やじたん。新長下さんもありがとう。あ、3位になっちゃった。ちょっと待ってよ。ハチさんありがとう。アイジタありがとう。ひろこりんさんありがとう。応援お願いします。やばい、マジで今回接戦。アイジタン、タコちゃんの花火かけ中ありがとう。ニートの差が10万、やばいやばいよ。ありがとう。難しいね、難しいのはもう承知です。あと5分、やばいよ、本当にやばい。いろいろメポンが可愛く成長してて嬉しい、本当に嬉しい。そうやって言ってもらえてありがとう。トールさん、レインボースターありがとう。応援お願いします。フェスイベントに参加してて、もう飲み本本当にやってかえ、嬉しい、ありがとう。そんな嬉しすぎる、そんなありがとう。
レシピさんありがとう。次は髪型、次の配信19時からはちょっと髪型アレンジ初めてしてみようかなと思うので、見に来てくれたら嬉しいです。ありがとう、レシピさんありがとう。頑張ります、最後まで。今日今年初めて家の中に蚊が。マジ？みーもさっきお話し会してた時に蚊がいた。みーのところにいた。でもみーは潰したくないので、絶対にこうやってパチってね、かわいそうなので、バイバイってやりました。応援お願いします。かわいい口ぶり、ほんとに。あと4分です、応援お願いします。ピチってしないんだ。しないね。カニ、ミはカニに噛まれるっていう。カニに、蚊だけどカニって言っちゃう昔からの癖。フリーライダーさんありがとう。3位狙い、ミは2位狙いなので2位だけど、まあ今も1位狙いなので応援していけたら嬉しいです。パチッてしないと。ザーマンでもちょっと飛んでくるよ。でも頑張って生きてるのにそれは申し訳ない。だからこうやってファッファってやったり、こうやってやったらいいよ。たまにやる必要がない。パチッて。ヒューピョンありがとう。ハート、話しかいけなくても応援はしっかり、応援はしっかりしてるからありがとう。2位になったら1位2位の人がいけるんですよ。あの決勝戦に行けるから、決勝戦に行ってという感じに、決勝戦に行きたいという思いです。とりあえず3位以上に入ったら掲載していただけるから、最初に入りたいっていうのは思いだけど、けど1、2で予選突破して決勝行きたいなっていう思いが強いです。それをリアちゃんと1位と2になりたいなって思います。皆さんハートありがとう、ありがとう。絶対最後まで諦めないんだね。諦めない、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。絶対リアちゃんと決勝できるように頑張ります。掲載していただけるように頑張ります。13位ズーデスさん、12位エレベンさん、11位デグラスさん、10位コトコト煮込んだゴリラさん、9位ハナワくんさん、8位くるみちゃん、7位くまねパパさん、6位リンマさん、5位たけえるくん、4位オノピー、3位町の電気屋さん、2位くにしこさん、1位はラジータンでした。配信見に来てくれてありがとう。かなとしさんありがとう。メポの思いは共有してる。本当に？うーさん流れ星ありがとう。流れ星じゃない、ありがとう。それじゃあ30分になったらバイバイで、19時から21時の配信、あと30分後したら、あの髪型変わっている私がいると思うので、ぜひ見に来てください。あとやさんありがとう。ちょっとボブアレンジまだわかんないから、動画を見よう見まねで見よう見まねでやるんですけど、なんか変だったら変って言ってください。ぜひ次の枠も配信見に来てね。楽しませます、ありがとう。またね、今夜楽しみ、バイバーイ、ありがとう。了解だ。わらわらって読めてもらえるかな。バイバーイ。